忍が丘駅は大阪府市場縄手市岡山東一丁目にある西日本旅客鉄道片町線の駅である。駅番号は JRH33。市場縄手市にある唯一の駅であるが寝屋川市との境界付近に位置している。相対式ホーム2面2線を持つ高架駅。分岐器や絶対信号機がない停留所に分類される。 改札口は地上にあり、京橋寄りの1カ所のみ。2006年1月にエレベーターが設置された。市場縄手駅が管理する直営駅で IC カード乗車券、移行下が利用することができる。一部時間帯は無人となる。そのため改札機、券売機、生産機付近にはインターホンがあり、無人時間帯はコールセンターのオペレーターが対応し、 各種機器を遠隔制御している。日中は1時間あたり4本の区間快速が停車する。朝夕は本数が多くなる。大阪府と経年間によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。これらの他に当駅は大阪電気通信大学市場ナーてキャンパスの最寄り駅として紹介されるが、徒歩で20分ほどかかる。二千十七年九月三十日まで、 近鉄バス稲田営業所により、清滝団地、市場縄手電通台方面行きのバスが運行されていた。ありがとうございます。